宇宙から写真いただきます。ちょっと前ね、ビビちゃんが9月の20日に亡くなったんですね。そういえば、あれか、時間っていうのは、あ、そうか、正確に言うと、あれなんじゃ、8時。まあ、8時半から9時の間じゃないのかなと思うんですけど。みーちゃんがね、まだ正常だった頃の写真が一枚ある。最後に撮った写真ですよ。彼女は下を出して寝てる横顔を撮った。あの時はあの悪夢が襲ってくるなんて考えもしないぐらい気持ちよさそうに夢でも見てたのかもしれない。最後の写真を見せた。いろんなことを思い出してね、その写真で。なんで罪もないああいう命がむしろ犠牲になってる動物たちなわけじゃないですか、人間のせいで。なんでなんでって思っちゃうね。人間のクソども世の中見てよ、好き勝手欲望のままに生きてんじゃない。どれだけ犠牲がたくさん出てるか。そんな中、もちろん自分のあの子だけじゃないですよ、世の中いっぱいいるけども、なんでと思うね。何の罪もない。むしろ犠牲者は、なんであんな苦しんで耐えてって思うね。人間ってすごく弱い生き物で、ないものを信じんじゃない。神様とか占いとか風水とか。ないものをこう、ないものに頼るよね。見えないものに力があると思い込んじゃう。色とか、なんかそういう石とか川とか、何か身につければいいことがあるんじゃないかとか。もう欲ですよ。欲望の塊ですよ。どれだけ犠牲になってるか。と、ただ一つ。そういう見えないものとか神とかそういうのは一切いないんです。アメリカはなんだ、聖書があるよね。子供の頃から教え込んでんじゃん。神様がいて。教会があって、人間は弱いからああいう場所がないとダメなんですよ。特にまあ外国はそうですね。頼る場所、自分の気持ちを落ち着かせる場所とか、まさにそういう見えない力が
まあ、見えない力つか力はないかないんだけども、見えないとこ、人間だってそうじゃない、見えない場所に行くじゃない、ここはパワースポットだとか、クソみたいな、本当ああいうの聞いたのもなんかもうイライラするような聞いてるだけで。どれだけ犠牲になってるか。人はね、欲望をつかもうつかもうつかもうとしてね、生きてるんです。みんながみんなじゃないけど、ほとんどそうだと僕は思ってます。小さい欲でもそうですよ。ただね、人類が新しい進化を求めていくには、本当に大きな扉を開けてね、一歩踏み出さなきゃいけないんです。それは地球と人類以外の生命と一緒に共存して生きていくってことなんです。これに真剣に考えて、今の生活をガラリと変えない限りはできないんだけども、その一歩踏み出そうとするやつらもいないんです。で、絶対に何も変わらない。これは動物の本能なのかもしれないね。人間がいて、例えばキリンがいて、ライオンがいて、犬がいて、猫がいて、いろんな動物がいて、その人間というその、この種類。ただ人間は知能が高いんです。他の動物よりも感情もいっぱい持ってるんです。できなくはないと思うんです、俺は。これだけ感情が豊かだと。でもやっぱり人っていうのはやっぱり欲が深くて、もうどん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 こう文明が進んでいくと、やっぱりそれに慣れちゃって、過去のこと、もしくは今現在起きてることに目を触れようともしないんですね。なんでこんな人間って愚かなんでしょうね。もちろん僕も含めそうですよ。みんなが残された人生をこれから地球のためにたくさん時間を使いたい。たくさんこの1分1秒、この時間にたくさんの犠牲が出てる。そこに本気で目を向けられる人っていうのはどれだけいるんでしょうか。今この世の中の人間はこう言うでしょう。今の生活を変えるのは難しい。地球のためにできることをコツコツやります。それみんな言ってんですよ。
みんな言ってる。コツコツっていうのはみんなコツコツやってることはほとんど意味になってないんです。もっとたくさん力を出さないと、人類以外の生命がたくさん犠牲になるんです。コツコツとじゃ足りない。生活を、今の生活を変えることは難しいとか、それは変えたくないから言うんです。地球に耳を傾けないから、そして生命の痛みがわからないから、耳を傾け、痛みがわかるんであれば、どうしようもないね、人間は。昨日ね、ディープインパクトっていう、なんか1998年だったっけな、ちょっとなんかそれぐらいにあったあの動画じゃないと映画を見てたんですね。で、まあ、いつものように映画を見ながらこういろんなことを考える、その地球のことを考えながら見るんですね。こういうことが、要は人っていうのは弱いから洗脳されるわけじゃないですか、いろんなことに。まあなんか全てが間違ってんなって思いながら見るんですね。もちろんその映画として楽しいというその方向では見てるけども半分見てないような。これを人が見てどういうふうに思って、どういうふうに人は洗脳されていくんだろうかとか、そういうことを考えながら見ちゃうんですね。なんかもう、もちろん過去の自分はそんなことはなかったんだけども、今はなんか、やっぱり耳を傾けられるようになって、そういうふうにやっぱ見て、世の中の人間はこれを見て、あ、なんかこれを飲みたくなるのかなとかさ、こういうのを着たくなるのかな、こういうふうになりたくなるのかなとか、なんかいろんな理想が湧いて欲が出て、こういうふうにそれがもうぐちゃぐちゃなっていくのかなとかね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、キラちゃん、キラちゃん、舐めたらあかんやん、俺赤なってるやろ、俺赤なってるやん、いいじゃん。キラーはな、なあ、お前も犠牲者の一人やからな。まあ、ビビも、キララも。猫は大好きだけども、その猫が大好きだからって言ってこう違う方向に入る人たちっているよね。まあこれは話さないでおく。猫が大好き、地球を守る。またちょっと違ってくるんですね。あのね、地球を守るということイコール地球と生命を守るんですね。もうここにもう、そう、猫ではなく、もういろんな全ての人間以外の生命が入ってるんですね。そういうふうに考えていくと、またこう考え方がぐーってやっぱ変わってくるよね。だから人間が一番いけない生き物だっていうことを一番最初に頭に置かなきゃいけないんですね。そうすると地球を守ることによって生命も少しずつだけども元通りに戻っていくと。もちろん緑を増やすということは生命たちにもすごく環境がいい場所になってバランスが取れてくると思う。でもまずはやっぱり一人一人が
真剣に考えていかなきゃいけない、そういう場を、まあ、絶対無理だろうけども、まあ、政治とか、もちろん学校もそうですよね。もちろん親もそうですね。この辺が全部がもう一斉に動いて、無理でしょうけどね。なぜ無理かってわかるよね。なんか最後の1枚の写真をずっと見せてね、ビビが。最後だったのは、19日の3時ですね。俺が活動して帰ってきて、で、帰ってきたら舌出してテーブルの上で寝てたんですね。あ、珍しいのは舌出して寝てるって写真撮ったのも1枚。その日の夜の2時間2時半ぐらいにあれが始まったんです。あの日のれから病院に行くまで、どうしようって、どうしようどうしようってずっとブツブツ言ってたのを覚えてる。もうどうしていいのかわからなかったんですね。病院もやってないし、病院があくまで何もできない。ビビの近くにすら行けなかった。ビビが俺のことを見ると反応して、もうすごい痛みなのかを感じて、もう大声で叫ぶんです。近くにも行けない、ちょっと離れてしか見てられなかった。だからどうしようどうしようどうしようってずっとブツブツ言ってたのを覚えてる。あんな、なんか今もうね、後悔しないように、後悔がいっぱい残ったんで、あんな可愛い子はな、何の罪もないのに。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生をたくさん、地球に耳を傾け、行動してください。一人一人の当たり前の生活が、人類が動くことによって犠牲をたくさん出していることに気づいてください。欲望のままに生きるんですか？好きなものを食べて、好きなとこに行って、この当たり前の環境で生きていけるのが幸せなんですか？その時間にたくさんの犠牲をあなたが出してるってことに気づいてください。